山田、何？お前のご飯残してて。昼ご飯食べたじゃん。みか食べな。はい。じゃあ朝食べてない。はい、朝しか食べてないんだよ。いや本当にありえない。いいからいいからいいから食べな。はい、座って食べな。はい、食べなよ。好きでしょ、もこため。残しといてあげてよ。ほら残しといてあげたよ。山田のご飯なの。お腹空いてるわけじゃなくて嫌がらせしたくて食べたじゃん。かしかも逆流性胃腸炎でお腹痛いのに食べた。食べないの？食べないの？もう知らない。本当は山田の分のご飯も買ってきてます。え、嘘？本当だよ。これ山田のご飯。山田本当だよ。目つぶって、うん、手出して、うん、いくよ。目つぶって、目つぶって、手出して、目つぶって、あげたらもうあげないからね。目つぶって、いくよ。まだでいいよって今だけ。ダメだよ。犬じゃないよね。何？ええねえ。あなたのご飯はそれ。これうちの実家から送られてきてた。違うよ、お弁当屋さんのおばちゃんからもらったやつだ。そうなの？うん、おじゃもらってたじゃん。山田がなんかお弁当買いに行ったらさ、お弁当のおばあちゃんからもらってたやつだよ。うちが持ってきたやつでしょ絶対。おばあちゃんからじゃない、うちが絶対実家から送る。いやいやいや、だからお弁当屋さんもらったじゃん。いつも買ってくれるからって。それ違う、いつの話してんの。え、それ2ヶ月前ぐらいの話。え、それじゃないの？それじゃないよ、うちさえな。自分で持ってきたの？最悪だ。そうだ、食べようと思って持ってきたんです。じゃあいいじゃん、今食べれば。もうこたんねんが食べたかったの。へぇ、白なんだ。うめえ。お腹いっぱいだし、逆流性胃腸炎だけどうまいな。ムカつく。あいつは山田のモコタンメンを食べました。仕返しします。ベランダに隠れてびっくりさせるドッキリ待ってるよ。食べ物の恨み恐ろしい。まあ隠れます。もともとね、蒙古タンメン人の食べちゃうのが悪いんだよね。人のだよ、だってお腹空いてんだよこっちは。信じられないよ。だからデブになるんだよ。まあ優しいからさ、怒んないであげます。自転車の音がしたから多分帰ってきた。デブだから歩くのめんどくさがって自転車で移動するんですよ。帰ってきた？帰ってきたかもしれない。隠れてんだろどっかに。隠れてんじゃん。隠れてんじゃん。なんだろう、自転車さ、まさかのあのやつとか見たら。どこにも。音がする、帰ってきた。分かってんだからね、ほんと。分かってんだよ。ドッキリ、大成功。ドッキリじゃねえよ、座りなさい、ちょっと。あんたちょっと座りなさい。あっち、あそこ。なんでドッキリしたの？山田。何？ごめんね、さっきは。うん。食べちゃって。うん。買ってきたよ。うん。目つぶって。手出して。ちゃんと、ちゃんと手出して。はい。まだ開けちゃダメだよ。絶対リンゴじゃん。はい。ねえ、うざい。違うじゃん。え、ねえ、ほんとタンメンだと思ったらさ、違うじゃん。うち、じゃがりこ好きじゃないしね。あ、間違えちゃった。ねえ、嘘つき、似てるけど。ねえ、じゃがりこ好きじゃないんだって。そっちじゃなかった？頭に響くやんけ、これ。美味しそうだけどね、味は。うん、そして。うん。開けちゃうんだよ。うん。リンゴやん。ねえ、なにえ、まだだよ。あ、開けた。え、なにこれ。豆乳。ありがとう。でもさ、あんだよ、今冷蔵庫に豆乳あるの。よく見てみな。え、
特能じゃないよそれ。知ってるよ。ねえねえ、何だよ。何が食べたいのじゃん。モコタンメン食べたかった。モコタンメンか。まだあんの。目つぶって。絶対ないじゃん。もう目つぶって。なんやなあんの。開けちゃめでよ本当に、うん、本当に開けちゃめでよ。まだだよ。何それ倒れたっけ。左子で。まだだよ。まだまだ、はい、まだだよ。まだだよ、うん、まだまだ待てみたいに言わないで。まだモコワンワン早くして。怖い。まー待てねえモコ。ああこれそうじゃない。おおそうじゃん。開けてください。ほらねえ。ないだってこれうち買ってきてやった。あんたさ、あんたがわがまま言うから買ってきてあげたんだよ。いやわがままとかじゃなくてさ、予算オーバーしとるやんけ。んいいのに一食にかけるじゃん。今日給料日だな俺。それこそありがとう。そうだから山田にモコタンメンのありがたみを知ってほしいからわざと食べちゃったの。わかった。それ食べんの。うん、ドッキリは。ドッキリなんかしなくていい。やん、びっくりした、あれ。山田さ、普通ここで、ね、さ、ペタってやって寝たらさ、わかんないからさ、ボリュームで。普通にこうだったもん。ベランダでカメラ回して一人で喋って待ってた。怖すぎるでしょ、お前。YouTuber。近所迷惑になっちゃうよ、お前。はい、ということで、わがままだから買ってきてあげてよ。ありがとう。なんかいいことは？ありがとう。もんこ！わーん。